はい、こんにちは、文豪です。えー、今日もですね、台湾の素敵文具店の英語紹介をしていきたいなと思います。はい、今日紹介するお店はこちら。はい。えーとですね、あの、まあ、プレイン、ステーショナリーホームウェアカフェっていう、まあ、ところなんですけれども、プレインっていうのがですね、あのー、まあ、こんな感じに書くんですよね。えーと、直物って書いてあって、これでプレーンですね。まあ、なんか、 まっすぐなものですかね。の、えー、生活文具ということで、まあ、生活用品と文具のお店ということでですね。えー、このなんか素敵な紙袋に入ってこんなロゴなんですけれども、えー、プレインステーショナリーホームウェアカフェということでですね。えっ、ー、と、これあの、まああの、台湾のですね、まあ、小さな文房具屋さんと、あと奥にカフェがあるんですけれども、こんな感じに、 の、ええー、と、ところででしてですね、ちょっと素敵な感じで、奥はね、店の奥の方はね、こんな感じでカフェになっていて、まあ、レジがあって、奥の方はカフェになってます、という感じですね。で、手前の側はですね、まあ、なんかこんな感じでですね、すごい素敵な文房具がいっぱい置いてあるところなんですけれども、日本製品もね、結構多いっちゃ多いんですけれども、えー、同時にですね、えー、まあ、台湾のものとかですね、 あと、まあ、いくつかはですね、この、えー、まあ、お店のオリジナル商品なんかもあったりします、という感じだったりします。えー、このお店のですね、オーナーというか、オーナーの人がですね、実は、あの、日本人でもですね、あの、文具好きな方で知ってる方はいるかもしれません。タイガーさんっていう方でですね、あのー、まあ、えっ、ー、と、台湾の方なんですけれども、よく日本にもですね、えっ、ー、と、来たりとかですね、して、 あの、ちょいちょい、あと日本のですね、えっと、この間あの、フラットっていう展示会があったんですけれども、まああの、中小ベンチャーとかのですね、展示会なんかにはですね、オリジナル文房具を、あの、まあ持ってきてはですね、紹介していたりもしますということで、日本でもね、あの、一部商品がまあ取り扱われたり、今後、えっと取り扱われる、 ものも含めてですね、いろいろ、えー、活動されている方であります。ということでですね、あのー、これ今サイン書いてもらってますけれども、この間ね、あのー、えっ、ー、と、製品書店で、あの、僕が買ったものの中にあった、これね、えっ、ー、と、直感文具っていう、この本を書いた方でもあるんですね。著者であります。ということで、まあ、タイガーって書いて、ちょびっと、はい。こんな感じですね。えっ、ー、と、 え、読めないですけれども、タイガーさんっていつも読んでます。えっ、ー、と、チンさんになるんですかね。っていう感じですけれども、という感じです。えー、高畑様へということで、えー、まあ、あの、サインをいただきました。もう、まあ、この本もね、すごくいいんですね。あのー、まあ、なんですかね。あのー、すごく、まあ、彼が、まあ、言っているですね、思っている、その、いい文房具。なんか、シンプルで、えー、まあ、まっすぐな文房具。 の、まあ、彼なりの視点でですね、よいしょ。選ばれた商品の、まあ、ラインナップがですね、なかなかいい感じに素敵でありまして、ちょっとね、全部が読めてるわけではないんですけれども、ちょこちょことですね、文字を開いながら、まあ、読むとですね、読んでいくと、まあ、すごくね、あのー、こう、物選びが素敵だなというふうに思ったりはします。ということでえ、こんな本が出ていますよと。 いう感じです。で、まあ、この直感文具っていうのを書いた、えー、タイガーさんのお店です。なので、まあ、ああのー、自分が、まあ、好きな文房具をですね、集めて、えー、売っているので、当然ですね。あのー、で、まあ、以前はね、あのー、ブログとかそういうのでもですね、あのー、タイガーさん結構あれだったんですけども、えっ、ー、とー、その、何ですかね、 あの、どうしてもなんか自分が好きなものばっかり紹介する、えっと、サイトとしてはですね、あの、すごい有名だったんですけども、最近あんまり活動してないのは、まあ自分がお店を持ってしまったので、そこで紹介するものとほとんど被ってしまうので、まあ、ステマみたいに見えるのが、ちょっとあんまり良くないかなということで、最近は、えあんまりやってませんよということでですね、え、今は、えっと、活動はあんまりしてないそうですけれども、え、お店の方で、 え、すごくいっぱいいろんな文房具を、え、まあ集めてきて実際に売るというのをやっているということだそうです。なんかね、本当にね、ちょっとね、入り口のところのね、この棚がね、かっこいいんですよ。これあの、鉛筆の棚なんですけど、これね、オリジナルで作ったって言ってました。こんな感じです。で、え、こんな形なんですけれども、よいしょ。これ、わかるかなえっと、こんな感じです。えっと、引き出しの部分ですね、 開けるとですね、中にあの在庫が入っていて、表に一本だけ、え筆記具が出せるようになっているということでですね、これ、すごいいいなと思って、この棚が欲しいわっていう感じなんですけれども、で、一応ですね、ラベルのところはあのデザインヒルさんの、えですね、あの、金物を使っていますよということで、え勝手にコラボしてますって彼は言ってましたけども、えデザインオリジナルでですね、自分で、えと、作らせたそうです。 なんかね、素敵ですよね。これはね、ちょっとね、あの、文具ファンとしてはですね、こんなのが、えー、家に引き出しがあるといいなっていう感じのものですね。もちろんこれ、なんかね、鉛筆だけじゃなくて、他のペンでもいける感じなので、この重機はちょっとやられたって感じですね。はい、すごい素敵。 ま、あ売り場ね、綺麗なのは、本当にあの、台湾他のお店もね、前回紹介したお店もですね、すごい綺麗に展示してたんですけども、ここもね、本当に整理されていて、えっと、置き方もすごい綺麗なので、なんか勉強になりますね。ね、こんな感じです。うん。で、あのー、まあ、えっ、ー、とね、まあ、日本のものも多いので、あのー、絶対買えないかというと、ここら辺なんか本当にね、あのー、それこそ、 こういう MD ノート系であったりとかですね。えー、まあ、ここなんかはあれですよね。あのー、新日本カレンダーですかね。のやつとか。まあ、そういうのがこう、綺麗に置いてあって、ライフとかもあ,りあるし、ということで。まあ、あのー、アイテム的にはですね、まあ、日本のもの割と多いかなという感じですけれども。ね。で、あとですね、この、タイガーさん、あれなんですよね。 えっと、タイガーさんっていう名前なんですけれども、超猫好きでですね、猫も自分も猫飼ってるって言ってましたけど、猫好きなんですよ。なんで、いたる、なんかね、やたらね、猫グッズがあって、これオリジナルの猫グッズも作っているんですね。で、ここら辺がですね、ちょっと面白くて、よいしょ。紹介しようかな。よ、はい。えっとですね、ペタン。はい。でですね、あのー、これね、ポストカード。なんかね、 あの、これ、本人がデザインしてるかどうかわかんないですけども、オリジナルの猫ちゃんがいるんですよ。で、このね、明らかにスケッチブックに載ってる。スケッチブックに載ってて黒とオレンジで、このね、あの、この、まあ、ミケなのかなになってるのとか、あとはこういうですね、あの、まあ、ね、あの、消しゴムのスリーブに入っちゃう猫とかね。あと、この、あの、糊のね、 グルースティックの中に入ってちょっとね、あの、なんかよくわかんない顔になっちゃってるこの猫とかですね。あとはこのなんかこう、ほら、クリップにこう、ね、クリップをくぐっちゃう猫とかですね。ちょっとですね、なかなかね、仕草も含めて可愛いんですよ、これが。この猫が可愛くてですね、細かでいっぱい買っちゃった。で、こんなのとか、あとはですね、この猫がですね、あの、これワッペンになってて、このワッペンはね、ちょっとね、ずるいなっていうぐらい可愛いんですけど、 えこんな感じです。これはあの、主肉のね、インなんか、主肉パッドのところでこうね、あの、足跡をつけてる猫とか、あと、これはさっきのね、あれですね、スケッチブック猫ちゃんですね。うんと、三角定規に通っちゃってる猫ちゃんとか、あとですね、このあの、スタンド型ペンキレスにこう入る猫っていうね、もうちょっとですね、これはね、あの、本当に、あの、猫と文房具っていう感じではですね、 やたら可愛いのがあります。で、あの、それね、ステッカーも、よいしょ。もうちょっとなんか下に、よいしょ。はい。えっと、ステッカーもいっぱい出てるので、まあ、ここら辺もですね、ちょっと可愛かったなということで、猫、ね、ステッカーも買ってきちゃいました。っていう感じですね。フレークシールか。ですね。この辺を買ってきました。ということで、えー、っと、ね。 あの、タイガーなのに猫好きなんですかって聞いたら、えー、猫は飼ってますっていう話だったんですけども、虎は飼わないんですかって言ったら、ワシントン条約とかが難しいらしいよって言ってました。<laughs> なんかね、えー、なんか現実的なんだか何なんだかよくわからない、えー、回答をいただきましたが、そんな感じですね。 でねね奥では本当にカフェがちょっといい感じだったり。あとね、えっと、タイガーさんは、やっぱりあの、今は、なんか女の子向けのものとかが受けるのは、あの、あれなんだけど、えっとですね、やっぱりあの、まあ自分が好きなのもあってですね、まあ男の子向けのものというか男子向けのものも売りたいということで、ナイフのコーナー作ってますっていうふうに言ってました。ということでですね、ここら辺はですね、あのー、まあ、いろいろと、あの、ポケットナイフですね、 ええー、まあ、こっちの方には、右上の方には、ほら、ひ、ひごの紙とかもちゃんと置いてあるし、ええー、それに近いような、ええー、と、ポケットナイフなんかもいっぱいあったりとかですね、してます。あとは、ま、このね、あのー、もう、この、まあ、ペーパーナイフなんですけれども、すごいちゃんと刃をつけてある、あのー、クジラとかのね、形のかわいいのがあってみたりとかいうことでですね、えー、ナイフコーナーがあってみたりとかですね、してます。なんで、ま、こういうところもね、よく見ると、ちょっと、 ちょっとね、あの、ガジェットっぽいものが置いてあったりします。こういうとこはね、超可愛いんですよ、この、なんか。えっと、犬の形の、あのー、万能ツールなんですけども、いろんなところがこれ、線抜きになってたりとか、うん、なんかね、缶切りになってたりとか、あの、ねじ回しになったりするんですけども、こういうところにね、こ多分ね、犬とね、飼い主の、多分、形のやつもあったんだと思うんですけども、みたいな感じで、人の形と、まあ、犬の形と両方あるよ、っていうことで、こういう、こうになんかこう、 あの、ついてたりしますと。いうことで、割かしね、ガジェット好きなんだな、この人っていう感じです。はい。そんなものがあったりします。でね、ここに置いてあったやつで、えっと、ちょっと今回買ってきたやつでは、あ、えっとね、ちょっと待っと。えっと、ガジェット系で1個買ってきたのはね、これ。えよいしょ。はい。これです。えっとね、これ。わかりますこれね、あの、メタルの、 なんかね、ステンレスの板だと思うんですけども、それにですね、えっと、エッチングで抜いてあってですね、あのー、るんですが、これ何かっていうとですね、えっと、サバイバル用の釣り具キットなんですよ、これ。で、これを使って、まあ、魚釣れってことなんですかね。 え、サバイバルキットになってます。で、これで、ま、ノコギリの部分があるのは、まあ、これは、それでですね、木の枝とか切ってですね、釣りとかを作るわけですよ。で、ここにですね、森になってるので、ここは紐を通して、えー、その板とかに紐とか釘とかでこうくっつけてあげると、これがですね、森になるよとか、あとこういうね、森、森先もあるし、あとはこういう釣竿のね、釣り針があるので、これを使って、まあ、あのー、魚を釣れと。 いうわけですね。あの、いろんなサバイバルキットも見たんですけども、これなかなかちょっとですね、えー、面白かったので、これはあの、ちょっとですね、えー、まあ、ちょっと、一応、まあ、カードツールっていうことでですね、えー、まあ、文具じゃないんですけども、なんかちょっとね、面白かったので買ってきました。なんかね、まあ、使えないですけどね。使えないし、これが使えるようなところに、こうね、あの、漂流とかしたくないですけども、このものがあったりします。面白かった。はい。で、 ええとですね、あとは、あのー、よいしょ、戻って、戻って、戻って、ここですね。えっと、ノートのコーナーがあってですね、ちょっとノートをきれいに飾ってあったんですけれども、このノートなんですけども、どっかにないかな。ええー、と、オリジナルのノートをやってまして、 この右下にあるやつね。これですね。よいしょ。ここです。この右下、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、真ん中あたりにあるですね。これですね。これ、ノートをやってたんですけども、このノートはい。えっ、ー、と、これ買ってきました。はい。これです。ポッ、ポイッはい。えっ、ー、とですね。こんな感じ。リサーチノートっていうやつなんですけども、よいしょ。こんな感じです。リサーチノートって言って、まあ、こんなですね。えっ、ー、と、まあ、ちょっと、 ま、あ割かし、最近の感じのですね、かっ、かっこいい、あの、ロゴが入ってるわけですけども、これ、紙質がね、ちょっと独特なんですよ。ま、あの、これ説明が入ってますけれども、えっとですね、ま、耐水紙って書いてます。ウォーターレジスタントペーパー。で、えっと、えっと、ま、あ具耐水性なので、耐水性を、ま、あ持っているよっていうのと、え簡単には破れませんよって、不液。 えこれザンパーかな。えっと、ま、簡単には破れませんっていう感じですね。で、濡れても破れないっていうのがいいところですよって。で、酸を使っていない紙ですよということで、資料の保存にも適していますという感じですね。あとは、えっと、ブリードレジスタントって言って、これあれですね。あの、インクが滲まないのと、インクがですね、ま、裏抜けしないということで、不はいって書いてあるのは、裏のね、 えー、背面に抜けないってことなので、これあの、インクが、インク抜けしにくいっていう紙です。ということで、まあ、筆記適性はすごくいいですよ。えーまあ、えっ、ー、と、墨が、まあ、あの、インクが染みないですよっていうのと、破れにくいですよ、耐水ですよっていうのと、を、まあ、高い次元で、えー、全部持っているよっていう風になっています。ということなんですけども、あの、最近ちょっとね、 あのー、対戦士。あのー、耐水でですね、ユポみたいな、あのー、まあ、プラスチックの紙っていう、まあ、紙というかですね、プラスチックシートでできている耐水のノートっていうのは、まあ、もちろん、あのー、鉛筆で書く分には、あの、選挙の紙と同じなんで書き心地いいんですけれども、ただ、あのー、やっぱりね、ペンのインクを弾いてしまったりとかするので、あんまりこう、使い勝手が良くないっていう人もいます。そういうところで、あのー、 えっと、クリーニングタグなんかに使われてる対戦士っていう、えー、洗っても大丈夫な紙っていうのが、だいぶ、まあ、あの、日本の中でもですね、ノートの紙として、まあ、ある意味なんかね、それこそあの、ハイモジモジさんなんかがすごい頑張って、えっ、ー、と、まあ、認知されつつあるわけですけれども、これまた別の紙ですね。 で、この紙が何者なのかについては詳しくは教えてくれ、もらえないんですけども、ただ、まあ、この紙は、あの、それに匹敵する強さも持っていながら、まあ、えー、水に濡れても平気で、で、やっぱね、対戦紙と同じで、えっと、戦質なので、あの、ツルツルのユポなんかに比べると、えっとですね、あの、インク系の紙は圧倒的に書きやすいんですね。 ということで、まあ、書き心地が紙にすごく近い。まあ、ほぼ紙です。あの、普通の紙と同じように使えて、まあ、裏抜けもしないし、耐水性もあってということで、かなり、えっ、ー、と、アウトドア用のノートとしては理想的な紙でもあったりします。ま、あちょっとね、茶色いのが、これま、多分、晒してないからそうだと思うんですけれども、ね、これもまたま、風合いだと思えばということで、まあ、こんな風に、えー、な、紙があります。 これあの、実際向こうでは試してきたんですけど、ちょっとね、せっかくなので、今、こう、わーって試し書きしてもいいんですけども、ちょっともったいないので、えっ、ー、と、今ちょっと書かないでおいておきますけれども、あの、裏抜けもほとんどしないので、これかなりいいですね。あの、裏抜けのテストのために、えっ、ー、と、そこではですね、あの、マッキーとかでグリグリやって、ほらねって言って見せてましたが、まあ、あの、裏に書いてあるのはわかるんですけれども、こっちににじみ出してこないので、 まあ、使い勝手がいいよ、というノートです。えっ、ー、と、これはね、ちょっとね、せっかくなので皆さんにお土産も買ってきましたよ、という感じです。はい。っていうとこですね。あとは、はい。よいし戻る。はい。で、あとはですね、よいしょ。ほい。えっ、ー、と、そうですね、いろいろ売ってたんですけれども、で、案外日本のものを一緒に買っちゃったりとかしてるんですけれども、えー、例えばこれとかはあれですね。まあ、あのー、 そうそう、二色ペン、そういえばと思って二色ペン買ったんですけども、これもですね、まあ実はよく見ると日本製だったりはするんですけれども、ジャパーンってここに書いてあるんで、えー、日本製じゃんって思うんですけれども、えーと、そうかそうかと思って、えっ、ー、と、どこ製かあんまり考えてなかったんですけども、日本製だそうですということで、こんなの買ってきたりとかですね。あとね、日本製品ね、もう一個買っちゃったのは、えーとね、これは日本で普通に買えると思うんですけれども、ベロスっていうですね、クリップとかを 作ってる会社なんですけどここのですね、ね、ワンタッチクリップっていうやつで、これはね、あのー、これ、パカってなるようになってて、これ、あのー、クリップなんですけれども、えっ、ー、とー、差し込むときは、えー、このまま差し込めるようになっていて、よいしょ、こうやってですね、こうやって差し込めるようになってます。で、差し込むときは緩いんですけれども、この上側の押さえをですね、パチンってやると、これで押さえが効くようになっているので、抜けなくなるよ、ということで、 そう、このクリップ、なんか見たことあるような気はするんですけども、自分の中ではちょっとですね、えっ、ー、とー、そういえば、ね、えっ、ー、とー、あ、こういうのもあったなと思ってですね、はい、気になったので、まあ、日本に帰ってからわざわざ探しに行くのもなんなので、その場で買いましたということで、えー、ワンタッチクリップ、ね、えー、大中小ありまして、えー、それぞれあれだったので、まあ、これもちょっと、 ね、あの、買ってみました。という感じです。まあ、これはあの、もしあれだったら、近所で買えるかもしれません。という感じですね。はい。あとはですね、クリップ。クリップじゃない、あの、スタンプ。なんですけれども、これオリジナルのスタンプです。よいしょ。はい。えー、っとですね、これはあの、その、えー、っと、この店のオリジナルスタンプでですね、あの、タイガーさんがデザインしてるのかな にあってまして、え、プレインって書いてあるんで、まあ、あの、この直物ですかね。の文具の、えっと、ものなんですけども、これね、なんか手の形が書いてあるスタンプなんですけども、なんかちょっと抜けてるでしょうこういうところが切れてるじゃないですか。でも実はこれは何のために切れてるかというと、ここを自分で書き足すんですね。なので、スタンプ自体はこうなっています。だからこの点線の部分が実は空いてるよということなんですね。 なので、スタンプを押して、この空いてるところに自分で何かを書き足すことによって、まあ、えっと、イラストが完成するみたいな感じで、こうやってね、なんか物とかの絵を描くにあたって、手の部分だけを用意しておきましたよと。こんなのとかだと、えっと、手のひらの上に何か乗っけている絵が描けるとか、えこれはね、グーのやつはね、ここにね、グリップになってて何かを握っている感じですね。こんな感じになります。 ということで、こうやって見るとですね、ちょっと面白い。えっ、ー、と、この点線部分が書かれていないっていうのがちょっと面白いとこですね。こんな感じです。はい。で、これに関しては、まあ、ああのー、せっかく買ってきたのでですね、えっと、なんかプレゼントでもいいんですけども、そうじゃなくって、とりあえず自分的には色い々ろいろと使ってみたいので、えー、これでなんか、あのー、インスタでも、 お絵描きか。これね、切り絵とかでもいい気がするんだよな。スタンプして、ここのところになんかね、あのー、なんか、切り抜いた何かの写真とかをペタッと貼ったりとかするのにもいいなと思っているので、ちょっとそれ、そういうので一回やってみようかななんて思っています。ということで。これあのー、この間、えっと、展示会に出ていたので、日本の展示会、あのー、フラットっていう展示会に出ていたので、おそらく日本でもこれから販売されるんじゃないのかなと思います。ということで。 絵お店で見たら買ってあげてくださいっていうことですね。こんなものがあります。はい。はい、そんな感じと、あとは何があったかなこのお店で面白かったのは、そんなところと、いや、ほんでナイフ売ってたんですけど、ナイフなんかもね、これちゃんとね、あの、自分でわざわざこうやってですね、あの、絵が描いてあるんですよね。で、プライスの表がですね、まあ、丁寧なイラスト。ね。 ちょっとかっこいいですよね。こういうのをね、自前で作るあたりがちょっとかっこいいなと思います。という感じです。はい。よいしょ。ほいと。で、あとは、よいしょ。あとね、ええー、と、あ、面白かったのこれも面白かったな。あの、えっ、ー、とですね、<laughs> これ神戸ボクス水って書いてあるんで、神戸インク物語ですね。えっ、ー、と、神戸インク物語をですね <laughs>、 これ <laughs>、まあ、日本だといろいろ言われるのかもしれないですけどね。神戸インク物語をですね、も、えと、ー、もと630元で、ん、あ、のところを550元で売りますよっていうのはまあいいとして、64色ありますと。で、これをですね、えっと、まあ 50ml だと550で、これ多分この元の瓶ですね。50ml で、えー、のやつを5分の1の 10ml で135、えー、ドルで、まあ、 135元で売りますよ、ということになっていて、これちゃんと測ってですね、このボトルに入れて売ってくれるということで、え、小分けシステムがあるっていうね、感じです。え、コーベインクの小分けシステム。なので、えっと、ちょっと素敵な感じだったりしますよと。これあの、全部はいらないというか、ま、ちょっとずついろんな色を試したいっていう人にとっては、コーインク物語、やっぱりちょっとね、 値段もそうですけど、やっぱり量が多いので、ということで、そういう楽しみ方ができるよ,っていう,ようになってます。ニいうコーナーがあったりとかですね、しますね。うーん、そんな感じですかね。紙製品も結構いろいろあったりとかして、クリップとか、クリップボード、あ、これ切ったね。とかもすごいいっぱい置いてありますね。こんな感じですね。なんか、楽しい。あ、で、あとはですね、えっと、まあ、あの、こういうね、キッチン用品なんかもちょこちょこと売っていたりとかします。 で、あともう一個買ったものですね。今ちょっと刺し棒に使っちゃいましたけど、これ。ペン買ってきたんですよ。よいしょ。ポイント。はい、これです。えっと、これなんですけれども、これはね、えっと、なんかね、あの、カリグラフィー用のペンなんですよ。で、ペン先が、えー、4.6ミ、mm、リ、2.2ミリ、4.6ミ、mm、リ、2.9ミ、mm、リ、あ、2.2、2.9、4.6と。いうことで、こういうですね、あの、もう一種類あったのかな。 4種類ぐらいあったんですけれども、になってます。で、軸はね、これ、プラスチックの棒でできてて、なんかね、あの、こう、タミヤのペイント用の筆とかと同じようななんかノリなんですけれども、でも、カリグラフィー用のペンなんですよ。で、ペン先もね、ここがね、あの、まあ、なんかね、安っぽい作りなんですけれども、よくできていて、これね、スチールのペン先をですね、ここで折り返してあるんですよ。わかりますかねペン先が、 これが、えっと、この板が一枚ものなんですけど、ここで折り返して、くちゃっとこう折り返してあるんですけど、折り返した後ろ側にこうペロンと出てるので、実は、ここで折り返すことによって、先端の、これね、切りっぱなしだと、やっぱり引っかかりが出るんですね。ガジガジ言っちゃうんですけども、そのガジガジがなくなりますよっていうのが一点と、あと折り返したことによって、ここの隙間の部分に、まあ表面張力でですね、ここにインクが入ると。 いうことでですね、えっと、インクリザーバー的な意味もあるということなので、まあ、インクがいっぱい含むことができて、えー、っと、先がガジガジしない、まあ、鉄ペンということで、安いペンということで、あのー、カリグラフィー用のペンいろいろあるんですけれども、すごい単純な折り返しただけなんですけども、案外これね、引っかからないんですよ。なのでいいですよということで、ちょっとね、これも、ね、試してみようかなと思います。4.6一番太いやつとかをちょっととりあえず、はい。 で、まあ、これね、この間の、あの、丸まんで買ってきた紙ですけども、まあ、こんなんで。で、今度後で紹介し,もしますけども、えっ、ー、とスケッ、スケッチインク、顔料系のインクもちょっと買ってきました。よし。はい。よい、しょ。これに行こうかな。ちょっとね、今回、ちょっとの旅で買ってきたお気に入りの顔料インク、これなんですけども、スケッチインクがあってですね、これちょっとまた紹介しますけども、これがね、超いい色なんですよ。 なので、ちょっと書きますね。これいけるかな。よいしょ。これね、カメラ見ながらとかだとね、すごい。よいしょ。ああ、おうのところで、インクがなくなっちゃった。よいしょ。っていう感じですね。はい。ブング、おうみたいなね。こんな感じで使えます。割と、しなるし、 結構インクちゃんと出るので、これはね、なかなか使い勝手がいいですよ。細いやつとかでも、えっ、ー、とー、まこれちょっと中間のやつとかで、じゃあ違う色でいこうかな。<laughs> なんかね、あのー、こういうのも買うといろいろ試したくなりますね。よいしょ。はい。じゃあ、これとかで、ちょっとサインとか書きますかね。よいしょ、いつもの。いつものやつとか。買って、こう。 よっ、よっと、ピピッと、シャー、シャーっと、よっ、よっと、あ、結構綺麗に書けるよね。いい感じです。えー、っと、うん。なんかね、よいしょ。あのー、引っかからないのがいいですね。 なんか、いろいろ書きやすいです。ということで。これはあの、練習用に安いペンなんですけども、いいなというふうに思いますよ。ということで。よし。ちょっとあら。ね、こういう時にキッチンでやってるといい。はい。っていう感じで、A、ペン買ってきましたよ。という感じです。まあ、これちょっとしばらく楽しめそうな気分です。ということで、まあ、こんなものも売ってました。という感じです。ほい。で、これがあれでしょ ええと、ペン。はい。はい、落とちゃった。はい。という感じです。あ、あとね、もう一個本買ってきました。さっき吹い,た,いた。はい、えー、はい。えっ、ー、と、あともう一個はね、本なんですけど、これ日本人が書いてるんで、日本にあるかもしれないんですけども、枠井義幸さんっていう人と、さだみさんこれ、あれかなご夫婦なのかななんか書かれてて、小文具大科学っていう、 まあ小さな文具の大科学っていう感じなんですけれども、これがですね、まあ集結、数学科学、工学、えー、なんだ割引学、高等、など、えっ、ー、と、効果技,技的文具科学ということで、まああの、あれですね、まあ物理や科学で考えてみようというですね、えっ、ー、と、まあ文房具の解説本なんですけども、案外ちゃんとできている本で、これ、あのー、 なんですかね説明にも、例えば、これ、便利帳って書いてあるんですけど、これ、ポストイットの話なんだよねインあの、糊がどんな風になって、休憩になってる糊がこうやってくっついてるから、剥がれやすい、みたいな話だったりとか、えっ、ー、と、フリクションのインクが、色が消える仕組みとかも書かれているし、まあ、ごくごく単純な、まあ、鉛筆の消しゴムの話とかも書かれているし、結構ですね、えっ、ー、と、基本的な、 えっと、筆記具から、えっと、ハサミから、糊から、えっと、原理みたいなものがしっかり書かれているので、これはなかなか勉強になる、普通に勉強になるので、自分がなんかいろいろ今後ね、えっと、今すでにいろいろと、えっと、書いているものがあるんですけれども、まあ、今後ちょっといろいろ参考にもなるし、これはちょっとやられたなっていう感じで、こういう本の、僕もちゃんとしたのをね、 えっと、一冊出したいな、というふうに思ったりもします。これは、かなり、えっ、ー、と、何ですかね文。文房具の紹介の中でも、えっ、ー、と、技術的なところに寄っているんですけど、これはね、一個一個ね、えっ、ー、と、ここに書かれている内容を、本当は僕はあの、YouTube で今やりたいなと思って、やっているようなことをですね、すごい簡潔にまとめてくれていて、これはちょっといいなと思って買いました。 っていうとこですね。こういうね、あの、海外に行って本買ってくるのもね、本当にあの、勉強になるので、いいと思うよ。で、台湾はやっぱりね、あの、文字が、半分以上は文字でわかるから、意味が読み取れるんで、ね。しかもなんかほら、中身僕半分以上知ってるので、ほとんど知ってることについて書かれているので、えー、逆に、こういうのを、あ、そう,そうそう、だから、内容を知ってて、 外国語を読むと、外国語が読みやすいんだよ。なので、えっと、外国語の、なんかこういうことを書いてんだなっていうのを理解するのに、あの、趣味音って本当にいいよ。っていう風に僕は思います。ということなので、えー、っと、そう、だから英語の本とかでも、英語で文房具の本とかを読んでると、なんとか読めるみたいなところがあってくるし、あ、これは、あれのことを言ってるんだってわかるので、えっとね、海外の言語を理解するのに、自分の趣味のラ、 枠から始めるっていうのは、まあ、いいんじゃないのかなと思いますって、そんなに言うほど分かってない僕が言うのもなんですけど、え、いいと思いますという感じです。なので、え、ということでですね、えっと、はい、え、いろいろ見てきたんですけれども、今日は直後の、え、はい、これですね、プレイン、ステーショナリーホームウェアカフェの、え、まあ、タイガーさんのえお店ですね、え、小さなお店の、 えー、ご紹介でした。ね。あのー、で、えっ、ー、と、今回の、はい。今回も一応、プレゼントにしますが、今回ちょっと少なめです。あの、自分がやっぱり欲しいものが多いので、えっ、ー、と、これはですね、自分で使います。が、今回は、えっ、ー、とですね、えっと、ポストカードについては、ポストカードって書いといてください。そうするとですね、どれかわかんないけど、僕が、えっ、ー、とですね、お手紙を書きます。<laughs> なので、 えっと、お手紙というか、まあまあまあ、ちょっと簡単にしか書か,書かないですけども、ご当選おめでとうございますみたいなことを、えっ、ー、と、僕が、えー、手紙を送ります。<laughs> これね、せっかくなのでこれはなんかプレゼントって放送して未使用で送るよりは、これはちゃんと、えっ、ー、と、投函して送りますので、えー、ポストカード、希望の方、ポストカードね。ただし、使用済みで送られます。私が書いたやつが送られます。アンド、あと、もう一個これね。 えっと、この、えっと、リサーチノートですね。これは、あの、耐水性のあるノートですけども、2冊、えっと、お送りしたいなと思います。いう感じのと、ですね。そんなとこだな、今回は、はい。あの、クリップとか、ま、日本で買えるからいいよね。という感じですかね。はい。えっと、今回やっぱり自分が欲しいものいっぱいなので、えっと、あれですけれども、またね、あの、さっきの他のものなんかは、使った、 なんか、スタンプなんかは使ってまたね、使った方のレビューなんかもしたいなと。あ、これなんかね、えー、していきたいなと、思いますよ、という感じですね。なので、えー、まあ、あのー、また、明日から、続きをやっていきたいなと思います。あ、なんかね、行ったり来たりして、ちょっとね、最後、締めが、なんかね、何を探してかというと、僕を探していました、ということで、ということなので、よいしょ、これでいいのかな全然ダメだな。はい。えっ、ー、とー、はい。 えっと、また、続きは明日からやっていきたいなと思います。ということで、えー、皆さん、よいしょ。チャンネル登録はこちら。はい、これ大事。はい。えっ、ー、と、皆さん、えー、チャンネル登録をして、えー、ですね、応援してください、ということですので。あのね、皆さんから送られてきてるは、あのー、メール、あの、あの、結構いっぱい届いてるんですけども、全部読んでます。ものすごい嬉しいです。で、あ、そうそう。2回目、3回目で送ったらどうなのか、みたいな人もいましたが、 ま、もうプレゼント応募に関してはですね、何回ダブってもいいです。あの、送っていただければですね。あのー、まあ、ね、初めての人なんかを優先したいなとは思いますけれども、えっ、ー、と、とはいえ、なんかね、あの、ダブってなかったりしたら、えっ、ー、と、お送りしますんで、まあ、そこら辺はですね、お気になさらず、えー、送ってくださいという感じです。えー、単純にね、僕が物が多すぎるので、捨てるのも忍びない皆さんに、あのですね、ぜひ共有したい、ね、えー、というところをですね、 えー、まあ、ではありますので、えー、お気になさらずガンガン応募してくださいという感じです。ということで、えー、今日の放送はここまでよろしくお願いします。以上です。